アデモラルックマンオラジャデルックマンは、イングランドロンドンワンズワースク、ワンズワース出身のプロサッカー選手。レスターシティ FC 所属。ポジションはフォワード。2014年、チャールトンアスレティック FC の下部組織に入団。U18 及び U21 カテゴリーでゴールを量産し、これが認められ2015年11月3日に、トップチームデビューを果たした。12月5日のブライトンホーブ。 アルビオン FC 戦にて初ゴールを記録した。2017年1月5日、エバートン FC に移籍。契約は4年半で移籍金は750万ポンドから1100万ポンドと報じられた。1月15日のマンチェスターシティ FC 戦で移籍後初出場の初ゴールを記録した。2018年1月31日、RB ライプツヒへ。 シーズン終了までのレンタル遺跡が報じられた。2019年7月25日、RB ライプツヒト5年契約を結んだ。2020年9月30日、フラム FC へシーズン終了までのレンタル遺跡が報じられた。2021年8月31日、レスターシテ FC へのローン遺跡が発表された。2021年9月11日、 マンチェスターシティ戦にて、レスターでのデビューを果たした。UEFAU-19 欧州選手権2016では、イングランド代表の予備登録メンバーに選ばれた。なお両親が、ナイジェリア出身のためナイジェリア代表を選ぶことも、できたが、本人は変更の意思はないとしている。2017FIFAU-20 ワールドカップにおいて、大会を通して6ゴールを記録し、 イングランドの初優勝に貢献した。ありがとうございます。